今日作るのは混ぜご飯、用意ご飯。使うものはこちら。2合炊き土鍋、用意ご飯、2合米、薬味、こちらはお好みで。今回使うお米はえにしちゃん。2合分で全国のお米をいろいろ試せます。お米を洗って、そのままお水に30分。その間に薬味を用意。時間になったらお米を炊いていく。グツグツ沸騰してきたら、1分後にごく弱火にし、その状態で8から10分加熱します。10分ほど蒸らして出来上がりました。ご飯が炊き上がったら、用意ご飯を入れて混ぜていきます。出来上がりです。具材がゴロゴロ、生姜が効いていて、旨味が詰まったしっかりした味。味がしみしみの油揚げ、身の引き締まった鮭など、一つ一つの具材が優秀です。ホタテにバターという王道に美味しい組み合わせ。味がしみて甘さのあるコーンが最高。お子さんも美味しく食べられるお味だと思います。今回小ネギを入れてみましたが、入れて正解。アクセントになって美味しいので、ぜひ試してみてください。今回食べてみた種類の他にもいろいろ種類あります。また動画で食べてご紹介したいと思います。今回使ってみたものについては概要欄に貼っております。